コーヒーが18禁になってる国、はい、なぜか18歳以下のビールとかお酒のような扱いということでね、はい、なるほど。どうぞお願いします、松田さん。コーヒーが18禁になっている国、草むらにな、缶コーヒー落ちてたね。うわっ、お前とか言うその頃の世代すぎてめちゃコーヒーが18禁になっている国の豆の部分がそうなのかもですね。キッショキッショこいつどいた、どっか行け。キッショには。コーヒーが18禁になっている国、喫茶店で飲んだ後マスターが名刺にいろいろ書いて渡してくる。ありがとうね。ありがとう。また来てね。コーヒーが18禁になっている国、あのスタバのにのれんがあってドリップがバツに18バツ。コーヒーが18禁になってる国、知ってる、麦茶に牛乳入れたらコーヒー牛乳になんねんて。試行錯誤して、やった味のやつ全然違う。コーヒーが18禁になっている国、皆さん、お元気ですか。井上陽水は10時以降しかテレビに出られない。コーヒールンバ歌ってるからね。コーヒーが18禁になっている国、タリーズコーヒーのロゴ、ポルノハブすぎる。コーヒーが18禁になっている国、こんにちは、岸田文雄です。人間は悪行しか犯さないので常に眠い状態で生きていてくれた方がいい。怖い。行かなかった。コーヒーが18禁になっている国、クラスに一人は自力でコーヒーを入れたやつがいる。コーヒーが18禁になってる国、コンビニでコーヒー買うときにオレンジジュースとコーラに挟んでコーヒーを買う。コーヒーが18禁になってる国、逆に大人びた小学生が朝クンニをしている。おい、何逆にって。コーヒーが18禁の国は逆に小学生が、おい、それはないよ。そっちが悪いよ。自分がやったんやからそんなにらまんといてお客さん悪くないよ。コーヒーが18禁になってる国、法律上その表立ってあのコーヒーを売ることができないんで、焼きすぎた豆に偶然お湯がかかってしまい、たまたま通りかかった客が回収してくれた。そらたまたまお風呂行ったらっていうのと一緒やもんな。たまたまお風呂行ったら女性がおったってだけやもんね。と一緒の。コーヒーが18禁になっている国、浪人生が解禁されてからの成績の伸びがすごい。コーヒーが18禁になってる国、ハンドドリップミルに精一杯の修正がかけられてる。それもあかんの。もうなんか引いてるっていうのがあかんねや。コーヒーが18禁になってる国、ちょっとだけ実話回答なんですけど、ヤンキーにコーヒーをコピーしてあげることによって学校のヒエラルキーのここにいることになる。めちゃくねえヤンキーとね。コーヒーが18禁になってる国、インターネットでコーヒーの画像をクリックすると違うコーヒーのサイトに飛ばされる。なんかめっちゃ面白いよ。インターネットもちょっと古いよ。ちょっと古い。コーヒーが18禁になっている国、80キロで走る車の窓から舌を出したらコーヒーの味がするっていうのをうわーってやって、コーヒーって苦いんかなって言って。苦い、コーヒーの味はすんねや、ちゃんと。コーヒーが18禁になっている国、コーヒーの画像をクリックすると、なぜか見れないようになっていた。めっちゃ
なぜか最近覚えたてみたいな感じやからもうめっちゃおもろい。